はいさい、はい、本日はですね、玉を狙うこと、うん、で、今回ね、画期的な仕掛けを考えたんですよ。120発釣れる仕掛け、はい、確保、予定。まずね、針師10号の、うん、道糸10号でしょ、はい、で、サルカン、はい、で、ここに、カゴですね。カゴの中になんか異物が入ってるんですよ、これ。とりあえずした方がいいじゃないですか。よく見ると、カゴの中にスポンジが入ってます、はい、で、こうスポンジをこう入れるわけですよ、はい、で、スポンジは魚食いますか。食いません。そう、食わないんですよね、はい、で、まあ、入れてるわけですよ、はい、で、その下にもう水深こっち20メートルあるんで、はい、20メートルに合うような重り、30って書いてます。30グラムかな。そしてハリスが12号の下にシガヤダコですね。シガヤダコ県産シガヤダコ、これね、1匹300円します。わし、300円丸々っていう仕掛けでございます。おでね、僕聞いたんですよ、タコ取り名人から、はい、タコ取る時にタコって炭を吐くんだって、はい、で、そのタコ炭に釣られてタマがめちゃくちゃ集まってくるよっていう情報を得たんですね、うん、僕考えました、こちらイカ炭ですね。で、タコ炭じゃなくてもイカ炭でも来るんですよ。むしろタコ炭よりもイカ炭の方が来るらしいです。なぜならイカ炭にはね、旨味成分が入ってますから、はい、ということでイカ炭を買ってきました。で、これにスポンジに染み込ませるんですよ、イカ炭を。そうするともう分かりますよね、はい、もうこの時点で。おおおお、そうすることによりね、酔ってくるわけですよ、うん、じんわーり。で、タマもイカ炭に釣られて多分来るんじゃないかと思っております。まあ、イカはみんな逃げていくと思うんですね。イカはね。これ、駅員側の横でやれたらぶん殴られますからね、これ。もうすごい出てますね、もうすでに。もうすごいですね。すごい出てますけど、うん、やばいやばい、なくなる。出汁がなくなってきてますよ。仕掛けも早く作らないといけないですね、これ。ベールを開けて、ベールを開けて、そこを取るんですよ。さすが水深20メートル。結構沈みますね。はい、取ったと思ったら一回しゃくります。しゃくってスポンジについた炭を出すわけですよ、うん、で、あと放置です、はい、で、イカ炭はね、常にじんわーり出てくんで、こう流れで、はい、そのイカ炭をたどって死骸だこがあるところにタマが食いつくという恐ろしい仕掛けです、はい、これメーカーさん連絡待ってます。じゃあやっときましょう。商品化できるでしょうか。ジャパニーズドリーム掴むことできるでしょうか。これ食べてよ。はい、タマンザを回収。さあ、あの仕掛けはどうなってんでしょうかね。あれない。あ、嘘。え、マジ。お、あれ、これは切られてる。切られてる。うわー、来てたんだ。待って、これサルカンから切れてるのか、それで変わってくるよ。この仕掛け熱いぞ。ちょっと待って、ガスミハリスから切られてんじゃないの、これ。ハリスから切られてるね。マジ切られてる。え、10号で切られてるの。10号切られちゃう。ありえねえんだけど。こっち触ってみて、ザラザラしてる、こっち、ほら。あ、ほんとだ。やっちゃった。うわー、来てたんだ。来てたんだ。気づかなかった。ドラグ緩めとけばよかったですね。12号行くか。12号うん、あるよ。これ10号だわけよ、はい、16号行くか、次。16号行きます。悔しいな。うわー、来てたん、全然気づかなかった。カレッツを変えて、もう一回挑戦。はい、切るか、普通これ。普通切らないですよ、10号って。この必殺ライバーでも切るのきついのに。これね、ちょっと短めにしてます、これぐらい。おう、長めに取るとこの炭から離れちゃうからね、はい、これぐらいが多分。ザラザラしてるとか、岩に擦れて切れた可能性とかあるかもしれないですね。あるね。針の方もがっちりだしね、これ。あ、でも取れませんね、これは。よし、じゃあ、あとはタコつけよう。はい、タコつけましょう。ラスト1匹だ。これ取られたら終わりですね。泣きの1回ですね、これ。よっしゃ。はい、ひと鍋パスタ。これイカ炭だけじゃなくて、オキアミエキス、イワシエキス、魚介材とか入ってます。おろしニンニクとかね。ごちそうですね、これ。これを入れてきましょう。おーれ、ちゃんと新聞出ますね。本当にこれね、うまくいってんのかたまたまなのかわからないですけど、すごいよな。うん、あれで魚が寄ってきた可能性も高いですよね。高いよね。アマゾンの売上ランキング上位になるだろう。残っても美味しいですからね。イカ炭は売れてるんだけど、パスタが全然売れないんだけど。何で食ってんだよ、こいつって。たっぷりつけますよ。おう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 。これを洗濯機に入れて回すとか相当切れるはずな。相当切れますね、もう。全国の奥さん、キャーってなる。口を揃えて切れるはずな。よっしゃ。はい。はい、じゃあ、こちら行きましょう。カラシズルですね。人が出ていってますね。うん、そこついた。はい、あとはまたです。はい、釣りましょう。はい、なってるな。なってましたね。風かな。なってるぞ。ほら、おーおー、なってる来てるんじゃない。ちょっとしたら、お、ワンチャンあるか。
軽いうわダメか、なんか当たりがあったのかな、風かな、なんかジリンってなってたな、当たったかもしれないですね。あーダメだ、ちょっと隊員としては、うん、あちゃんとイカ墨が出てるか、これちょっと失敗だな、失敗みたいですね、残念。ということで、ね、本日の実験はちょっと失敗ですね。まあ一応一回切られてるから一応食いはしたってことで、食いはしたね。ただね今日食いが渋いですね、今日流し用でね塩がなかなか動かない日なんでね、うん、ちょっと釣れないですね、やっぱこの季節は釣れないです、うん、今1月18日明確に1月2月はね釣れないですよ。そうですね、もう言い訳になっちゃいますけどね、うん、またリベンジですね、うん、タマンが釣れる時になったらまたこの仕掛けでやっていきましょう。はい、はい、ということで本日は全く釣れない仕掛けでタマンを狙うでした。ご視聴ありがとうございましたありがとうございました。はいさい、なんとスマホからでもクリックした関連動画に飛べるようになったんだ。こっちをクリックするとパソコンなんと関連動画に飛ぶことができる。そしてこちらをクリックするとバンチャンネル登録ができるようになるんだ。バンバンバン。